チップス86、電気から86です。で、さっきの低高度ダイオード1個の回路に、ついにコンデンサーがある回路をやってみたいと思います。ここでは、ラプラス変換を使って、順方向の場合と逆方向になって、こっちだけが残った場合で、それぞれ解こうという作戦でやってみたいと思います。順方向の場合は、この交流電源とダイオードの 0.7 ボトの電圧効果を電圧源としてそれぞれ入れて、ループ法で回路電流を求めて、で、それをグラフに書いております。そうすると、まあ、電源電圧があって、電流はほとんど見えないんですが、で、これを超拡大してやると、反対方向の、整流がなければ、まあ、こんな感じで、I1 と I2 と I3 は分離されたよ、分圧されたような形で出てくると。で、次に、オフになって、その長い時間で見ると、ちゃんと自定数の効果もラプラス変換なんで当然現れていると。で、次にオフになってここが外れて、この充電されておった電荷の分で放電が起こるというふうにしてやると、まあ、こっちはこっちであって、こっちはこっちであるので、二つの独立した回路を計算することになって、計算していくと、まあ簡単に言うと、それぞれの回路で独立して計算すると、ってことになって、計算ができて、この逆方向の時だけ流れるぞっていうのが出てくるというのになります。で、これも過度現象なんで、ちゃんと電圧の変化等は起こっているようというのが、たくさんプロットすると出とると。なので、なかなかこれがうまくできんという一つの理由が、この変化を極めて、交流の周波数のためにゆっくりの波動現象であるということが一つ言います。で、両方とまとめてやると、まあ、こんな形のところが、オフの時で出てくるんで、オンの時とオン、オフの時のやつを、それぞれの時間で、交互に来るようにして、うまく足し合わせていくと。いったことをここで順番にやっていくと。そうすると結論としては、こんな感じの波形が得られます。これとこれの違いは、RX と RX で何が違うかというと、時間の最初差ですね。こっちが時間の0から始まって一番最初のところで、これが時間の0.5秒ぐらい経った後のところで。で、最初は、重なってますけども、時間が経ってくると上と下が慣れてくるよ、といった形になって、ここの部分の、電圧が変化するところの処理が、まあ、オンの時とオフの時でうまくできませんけども、回路シミュレーターでやると、t が0の時がこのパターンで、0.5秒経ってからこのパターンなので、カルシミュレーターと、これも先ほどの O の時とオフの時を、それぞれラプラス変換使って処理した波形というのが、ほぼ一致するということが、これでわかるかと思います。これが2番目の手段です。まあ、いろんな方法で試したけど、今までが一番いいか。はい、以上です。